アヤセハルカと熱愛のジェシー、最初から結婚すると思った人としか、過去の純愛宣言と、ハードルは高い、今後の仕事。7月24日、俳優のアヤセハルカ、39とストーンズのジェシー28が真剣交際していると、ニュースポストセブンがスクープ。ジェシーにとって初の熱愛報道に、ファンはざわついている。ニュースポストセブンの記事によると、 交際のきっかけとなったのは、アヤセとジェシーが共演した2022年公開の映画、リボルバーリリー。アヤセは主人公の元敏腕スパイを、一方のジェシーは命令を遂行するためならどんな手段も厭わないシベリア帰りの陸軍大儀を公演。激しいアクションで死闘を繰り広げる場面もあり、共演シーンは多かった。 映画のクランクアップ後に個人的に連絡を取り合うようになったといい、単なる交際といったものではなく、お互いに真剣に向き合っているという。取材に対して、綾瀬所属事務所は、プライベートは本人に任せております、と答え、ジェシーは設立間もない個人事務所、ZDN、ズドンと通して、プライベートはをお任せください。仲良くさせていただいております。 ズドンと回答している。これまでも、綾瀬さんは2010年6月に大沢隆夫さん56、2151月年に松坂通りさん35、2020年1月には、韓流俳優のノミヌさん38との交際が報じられてきましたが、いずれの報道にも事務所は友人であり、交際はしていないという内容のコメントで完全否定してきました。しかし、 今回は交際を半ば黙認しているような回答をしている。お相手のジェシーさんも、信じられないくらいに堂々としたお任せください、というコメント。これには複雑なファンも多いようですが、ただ、彼の過去の純愛宣言も合わせて、今回は結婚があるのではとなっていますね。ワイドショー関係者。ジェシーは17歳だった2014年にアイドル誌、ポポロ。 アザブ大出版で自身の恋愛観をこう話していた。僕は最初から結婚すると思った人としか付き合わない主義。略好きな子と付き合えたら他の人は愛せないから別れるとしたら僕が振られるとき。ずっとその人だけを愛するよ。このスタンスは成人してからもブレておらず21年3月放送のラジオ、ラジラサタデー NHK ラジオなどで結婚を前提に交際するタイプという趣旨の発言をたびたび話してきた。そんなジェシーが自分より12歳以上のアヤセと交際しているということで、ファンからも二人はほぼ確実に結婚するだろうという意見は多い。ジェシーは、お付き合いするときは結婚を考えていて、生半可な気持ちじゃお付き合いしないって言ってたの知ってんの。 そんなジェシーだからショックがでかいんだよ。熱愛報道。そりゃ結婚前提で付き合うジェシーだもん。結婚なんてタイミング合えば、そのうちしちゃうよ。年齢は数字ってよく言ってたし、結婚前提で付き合うとも言ってたから、これ結婚あるな、綾瀬はるかとジェシーなら全然ありだよ。二人の交際は世間からも肯定的な声がたいが、芸能プロ関係者は話す。 熱愛報道のお相手が同性かも支持されているアヤセさんですから、二人を応援する声は多い。ただ、女優としてすでに確固たる地位を築いているアヤセさんはともかく、ジェシーさんは今後を考えると、結婚のハードルは、やはり高いと言えるかもしれません。ジェシーはスタート者のアイドルで、所属するストーンズには若い層の女性ファンが多い。結婚となれば、 仕事への影響は避けられないだろう。